ケント深谷のありえないほど優しい時間。皆さんこんばんは、ケント深谷です。この番組は吉本漫才劇場が毎週金曜日と土曜日22時からお送りするラジオ番組です。よろしくお願いします。そして今回のゲストは名越梅村です。よろしくお願いします。お願いします。来ました社長。あ、どうも社長、お世話になっております。あ、さすがでございます。お世話になっております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、今も、うん、自宅劇場はあるんですか？一応稼働はしてないけどあって、はい、まあ、正直収入がほんまにほぼゼロになったから、もう付け焼き場でなんとかクラウドファンディングと自宅スタジオでっていうことやねんけども、うん、もう今、はい、ちゃんと劇場での出番いただけたり、そうですね、こう満劇で卒業ってなったけど、はい、NGK の出番とか4ヶ月の出番とかいただけてるから、はい、なんとかそこなしでいけてるけど、はい、また卒業期にみんなと接する時間がやっぱ少なくなると寂しいから、はい、またちょっとメンバー呼んで、それは呼んでくださいよ。あ、ぜひぜひ、はい、もう一個作ってるもんで、自宅スタジオまだ行ってないのに。まだ行ってないのに行っちゃって大丈夫ですか？あ、全然もう、ここ、うん、あのネオ自宅スタジオというのを使って、エグい広さのところをちょっと。マジですか？そうそうそう、まあ、そういうのも聞きたかったんですよ、今後の進展というか。せやね。ネオスタジオ。ネオスタジオちょっとほんまに作ってて。もう自宅じゃない劇場ってことですよね。そう、もう。えぐ。もう3、4人入れるし、なんやったらお客さんもそこに呼べるようにはしたくて。そう。ちょっとこれは、えぐいことやってますね。いや、だからコロナ明けるやんか。はい。コロナ明けてさ、今まで通りに戻るやんか。はい。今まで通りに戻すだけじゃお客さんって多分響かなくて。ああ、はい。戻る前よりすごいことやってるやんっていうロケットスタート、むっちゃ大事やと思う。コロナ開けた時マジで勝負で芸人ですよね梅さん。今後の、まあ、漫才劇場卒業されるってことなんですけども、ね、まあ、漫才劇場卒業して、まあ、もちろん漫才を軸に劇場でいろいろやっていきたいっていうのもあんねんけども、はい、まあまあ相方のプロデュースちょっと考えてて、うん、ソラさんがやっぱ滑らない話も出てるし、アメトークも出てるから、そうエグいですよ。ね、僕一回空道太郎プレゼンスって出たんですけれども、どこどこ、はい、あの伝説の、すみません、お世話かけましてほんまに、これが伝説で空道太郎プレゼンスと言いまして、空さんが、集めた芸人、はい、僕もいるんですけれども、ね、トークバトルをするというやつなんですけれども、はいはいはい、最後の発表、空道太郎プレゼンツ、はい、優勝は優勝は空道太郎。なんやねんこの茶番めちゃくちゃやねん、もう本当に本当僕たちをもう手のひらで転がして、もうあれだって終わってから1時間ぐらいもうずっとその話で持ちきりです。それ多分空の YouTube でも、はい、あの周平魂が怒ってたあれ何なんすかいやあれは結構すごいイベントを打ってもらいましていやすごいね、はい、であれはやってもらいたいですけれども、まあ、そのトークが非常に高くて、はいはい、そうそう、はい、それをもうちょっとなんか、ね、そうですね、もっと知れ渡ってもいいですよね、うんうん、空さんのトーク力。そしてこのラジオトークの収録の様子は少しだけ吉本漫才劇場の YouTube チャンネルに毎週月曜日21時にアップされますので、そちらもチェックお願いいたします。はい、ということで次回は明日22時です、うん、お楽しみに。ということで以上、ケント深谷と名越梅村でした。おやすみなさい。おやすみなさい。前回は結構真面目な話をしたんですけれども、はい、今回は打って変わってお笑いでございます。でも大丈夫です。でも大丈夫ですかねおい梅さんが答えるわけではございません。あ、そうなん。はい、あ、それ安心した。題してケント深谷の偏見あるある。おということで、うん、このコーナーではリスナーの皆様からいただいた偏見あるあるをご紹介して、ゲストの梅さんにあるある梅ちゃんなのか、ないない梅ちゃんなのかを判定していただきます。え、やっていいのあれ。いや、ぜひ。その僕がネタでやってるやつなんですけれども、うん、今回はあるある梅ちゃんかないない梅ちゃんでやっていただきたいと思います。ありがとうございます。で、そして最後に、ベストオブあるある梅ちゃんも発表していただきたいと思います。はい。で、さらになんと、すいません、はい、梅さんにも最後偏見あるある言ってたんです。嘘やここだけではお笑いをやっていただきます。いいやん。で、続きまして、すごいよ、よかった、あるある。ラジオネーム、スズメガサンバルンバさん。おオフィス街にはビルの1階に入ってるでっかいローソンが1店舗はあるあるある梅ちゃん、あら調子がいい、あるある梅ちゃんいいですね、わかるわ。なんなんでしょうね、絶対ビルの1階にしかもローソンが多いイメージが。わかる。あのビルにあるコンビニってさ、はい、奥入ってからじゃないと見つからない。見つからないですねそのあれ結構車検殺しですよね。そうそう、あれどこってなったら奥行ったら あるみたいな、はい。この、マニキラジオトークのチャンネルフォローもよろしくお願いいたします。
そしてこの収録の様子は吉本漫才劇場の YouTube チャンネルに毎週月曜日21時にアップされますので、そちらのチェックもお願いいたします。来週は壁ポスター永見のひょい座りザクです。ということで、皆さんありがとうございました。ありがとう、楽しかった。はい、以上、ケント・フカヤと、高重のメモラでした。おやすみなさーい。